どうも、皆さん、今回はニューロ光の炎上騒動についてだよ。このチャンネルが扱う騒動やった？最近のニューロさんは、いわゆるパケロス騒動で、あんまり評判が良くないんだけど、今回はそこじゃないんだ。広告が問題になった。あれですか、女性キャラを利用してて、性的消費だ、とかですかね？いや、そうじゃないんだ。広告に使ってるイラストが問題になってしまったんだ。どういうこと？ニューロ光が、先月末から、こういう広告を出し始めてたんだ。推しの子を意識したような感じやな。問題は、この使われてるイラストなんだ。このイラストは、ミナモさんという方が以前描かれたものだったんだ。なるほど、ニューロ光がお金を払って描いてもらったんやな。いや、そこがちょっと違うんだ。はぁ、どういうこと？あ、無断転載やったんか。それも違う。ニューロ光としては、きちんとお金を払って、権利的にも問題のない画像と思ってたんだ。どういうことや。実は、このイラスト、海外のイラスト販売サイトで販売されてたんだ。ミナモさんに無許可で。ニューロ光としては、きちんと海外のイラスト販売サイトで、ロイヤリティフリーな商品を購入して使用したつもりだったんだけど、実は、その販売されているものは、無断で販売されてるものだったんだ。ややこしい。いや、これ結構大問題なんだよ。最近は、AI イラストがいろいろと話題で描いた人に無許可で、ピキシブとかから収集して、その人のイラストっぽいイラストを AI で生成できちゃったりすることも問題になってるんだ。自分の絵柄と同じ絵柄のイラストが勝手に生まれちゃうのは、いろいろと怖いところがありますね。ただ、今回は、AI イラストよりも、立ちが悪いんだ。描いたのは、イラストレーターさん本人だけど、売ってる人は別なんだよ。AI イラストの場合は、学習の問題はありますけど、今回は、盗品を売っとるようなもんやからな。しかも、問題になったサイトで、いくつか私も検索してみたら、これは無許可なのでは？って、ものがいっぱい出てきたんだよね。あかんやん。例えば、アニメ、ジャパンって検索してみたら、コスプレイヤーさんの写真がいっぱい出てきたんだよ。そのコスプレイヤーさんが、自分の写真を売っとるんか？確認はしてないんだけど、その可能性は薄そうなんだよね。販売者の名前も海外の人っぽい名前になってて、コスプレイヤーさんの画像以外にも全然関係ないイラストや写真を販売してるんだ。どっかから盗んできたんか。他にもアニメのイベントとかの画像がいっぱい出てきたんだ。イベントの時の画像が売られてるん？うん、日本の USJ で撮ったようなミニオンの写真とかも出てきたんだ。それ販売してええんか？個人で Twitter とかにあげるくらいなら問題ないと思うけど、有料の素材として販売するのはさすがにアウトなものが大量に出てきてるんだよね。アウトすぎるやろ。問題になったサイトはビッグフォトストックってサイトなんだけど、このサイトは同じく有料素材販売サイトとして有名なシャタンストックってところのブランドの一つなんだ。有名なん？うん、海外の素材販売サイトとしては結構有名所だね。私も以前利用を検討したことがあるくらいには有名だよ。値段がそこそこするからやめたけど。そんな有名サイトが勝手に売っとるんか？あくまでもシャターストックとビッグフォトストックは売り場を提供してるだけで、売ってるものが本当に本人が描いたものなのか、撮影したものなのかは知らぬ存ぜぬなんだよね。このシャターストックは以前も同じようなことをしてて、日本のフリー素材サイトであるパクタソというサイトの写真が勝手に売られてたこともあったんだ。前科があるんか。フリー素材サイトの素材を有料で売るってすごいことしてますね。しかも対応も悪いみたいなんだよね。2018年の下旬にパクタソが転載されてることを確認して、シャタンストックに問い合わせたんだけど、なかなか解決せずに、問い合わせから2ヶ月くらいして、ようやく不正に販売してたユーザーのアカウントが BAN になったんだ。おっそ、その間にも勝手に売られてたんやろ。補填やら賠償やらもいろいろとパクタソも請求してたみたいなんだけど、それが通ったとか解決しましたみたいなお知らせは2023年現在もないんだよね。未解決なんか、 BAN はされたけど、金銭的なものは解決されずですか。今回の件、そしてパクタソの件だけじゃなくて、くしくも1年前の2022年9月にバズった曲を集めてみた令和という CD のジャケットで使われたイラストが同じようにシャタンストックに転載されてたものを利用してた事件もあったんだ。前科ありまくりやんけ。イラストレーターさんやコスプレイヤーさんは確認するのがちょっと面倒くさいかもしれないけど、自分のイラストやコスプレ写真が転載されてないかどうか、画像検索か何かにかけて確認した方がいいかもしれないね。数も多いから難しいかもしれへんけどな。でも多分今回の件が特別じゃなくて、勝手に販売されてるものはかなりあると思うんだ。シャターストックとビッグフォトストックは何か対応せなあかんやろ。今回はかなり問題も大きくなったからね。ニューロ光、ソニーという大企業が手掛ける広告にイラストが使われてたからこそ気づけたし、問題も大きくなった。これで終わりにしちゃいけないことだと思うんだよ。せやな。企業側としてはお金も払ってるし、有名なサイトだし、ロイヤリティフリーって書いてるっていう安心感があるからこそ使用してる部分もある。ニューロ光側が悪い部分はあまりないんだ。その後の対応も早かったしね。シャターストックなら調べたら前科もあるから出てきたかもしれんけど、関連サイトのビッグフォトストックで検索しても出てこうへんかったかもしれへんからな。
いやでも、これ他人事じゃないんだよね。私も、動画作る上でフリー素材を使ったりしてるけど、背景の動画や音楽なんかは、有料の素材サイトと契約して使ってるんだ。え、じゃあ、もしかしたら知らぬうちにやっちまってる可能性も。一応、ちゃんとしたサイトのものを使ってるし、音楽に至っては日本の有料素材サイトだから大丈夫だとは思うんだけどね。でもなんか怖いですね。この件に関連して、別のツイートが軽く炎上しててさ、法人では、素材のサブスクサービスを使うことが多いのですが、そこでアップロードされてるもので、トレパクや天才というものが存在します。使い捨てバナー1枚にイラスト発注はできないので悩みどころです。って発言されてる人がいたんだ。なるほど、なんで炎上するん？使い捨てという言葉に引っかかっちゃう人がいて、イラストレーターを下に見るな、とかいろいろと言われてたよ。文脈読めへんのか。こういう広告って、クリック率とか効果が出ないものは、すぐに差し替えることが多いから、一つの広告に、手がられる予算って少ないんだよね。だからこそ、イラストレーターさんにお金を払う余裕がないから、安価な素材サイトで売られてるものを買うことが多いって話なんだけどさ。広告バナーの制作費なんて下手したら、一つ1万円かそれ以下やもんな。イラストレーターさんに頼むならそれ以上かかるのが当たり前やし。下に見てるんじゃなくて高く評価してるからこそ、使い捨てバナーの安価な依頼はできないってことなんだろうけど、文脈読めない人と使い捨てって言葉に反応しちゃってる人が多かった印象だね。なんだかな。イラスト販売サイトじゃないけど、ビビットアーミーの広告も問題になってるんだよね。あの、よく見かけるやつですか。未だにどんなゲームか知らへんけど、それくらい大量にビビットアーミーの広告は見かけるんだけど、最近 AI イラストを使用してる疑惑が出てきたんだ。え、ゲーム本編のキャラのイラストみたいなの使ってたやん。最近はこんな感じになってる。あれ、この絵柄どっかで見かけたことが。セクシーな漫画だったり同人で有名なイシケイさんのテイストそっくりなんだ。ああ、確かにそうや。イシケイさん本人が描かれたものじゃなくて、イシケイさんのイラストを学習した AI を使って意図的にイシケイさんのようなイラストを生成してビビットアーミーは広告に使ってるみたいなんだよね。ちょっと勘違いさせる感じやな。 AI イラストの問題はいろいろあるし、反対や否定派の人も多くいるんだけどさ、私は少なくとも否定派ではないんだ。でも、このビビットアーミーの広告に関しては、見る側を誤解させる部分がある。イシケイさんのファンが勘違いするもんな。イラストの著作権はそのまま、使われてる場合は権利を主張できるし、トレパクなんかも、著作権でアウトになるんだけど、AI イラストで学習したイラストを描いた人を特定できる、または思い起こさせるほどのイラストを生成して使用する場合って、著作権的にどうなんだって話になる。著作物とあまりにも酷似しとるってことやもんな。イシケイさんは弁護士を雇って対応されるみたいなんだけど、ただ絵柄自体の著作権って難しいところでもあるんだよね。そうなん。トレースしたわけでもないし、そのままの画像ってわけでもない。 AI じゃなく手書きでイシケイさん風の絵柄のイラストを描いて商業的に使ったとしても、著作権的には問題がないんだ。難しいところなんやな。裁判になっても結構難しい部分はあると思うんだ。どじかたいな。今回の件といい、イシケイさんの件といい、イラストをネットに公開するリスクがものすごく上がってる感じだね。なんか嫌な時代やな。自衛すると言っても難しいものがあるよね。とりあえず私たちも素材サイトの素材を使う前は画像検索した方がええかもしれへんな。ではまた次回。